正門から校舎を望む。2017年撮影。滋賀県立つんぼ話学校は、滋賀県立東市川辺にある、県立老学校。聴覚障害のある幼児、児童、生徒が学ぶ。日本には、滋賀県立つんぼ話学校と、日本つんぼ話学校のみ、老、話学校という校名を使用している。滋賀県立つんぼ話学校の創立者、西川吉之助は、 自身の三女浜子が老があることを知り、京都市立モワイン老和部の参観に行く。しかし、老和部という名前の通り、手招による教育を行い、子供たちは音声による会話をしていなかった。吉之助は、老ルがゆえに、言語聴衆の気を失いためにあしゃたるべく、余儀なくされたと考えた。アメリカへの留学経験もある吉之助は、当時のアメリカの老学校で主流となっていた。 講和法を知り、資材を投じ、西川老講和教育研究所を創設、浜子に話すための教育を始めた。90デシベルほど難聴であった浜子は、講和法により、音声を話すようになり、また、吉之助により、言語指導の成果で日本語の読み、書き能力も高めることができた。吉之助は、アメリカの文献にある、ノーダム・ロンガーを、もはや、押しなしと翻訳し、 講和法教育の成果として浜子と共に全国暗夜することで講和法を全国に広げた。吉之助の研究所はその後市が県立つんぼ話学校となるがその際、ロアではなくロアであっても話せるとの思いを表すためにつんぼ話学校という校名を自らが創立した学校につけた。ロアの推しとは話せないという意味ではあるがそれは 教育を行っていないがゆえに、そのようになったわけで、教育を施せば、発音機関には障害はないでの話せるようになる、はずだと吉之助は考えた。この考えに基づき、あえて公明を、全部話学校としたのである。その後、西川家の家業が傾き、また、講和法教育も思うように進まず、浜子や家族のことなど、振動も重なり、 吉之助は1940年、66歳の時に、同校の校長室にて首ずり自殺してしまう。1947年、学校教育法により、全国的に、老和学校から老学校に、校名の変更が行われたが、この際も、創立者の思いが込められた校名を変更することは、なかった。平成22年、 つんぼばなし学校の校名を特別支援学校への校名変更が提案されたが、同校の卒業生たちが多く所属する滋賀県道和協会が中心となり、つんぼばなし学校を守り発展させる会が4万8000筆以上の署名を当時の片幸子知事らに届け、校名が存続されることになった。ありがとうございます。